はい、こんにちは。札幌占い美容室早任しの後藤です。今回はパーマのみなんですけれども、少し広がってくる髪の毛なので、その辺をデジコアストカールで抑えながら、ウェーブをゆるふわのウェーブにしていけたらいいかなと思うので、まあ、パーマだけなので、パーマと矯正だけなので、矯正といってもまあちょっと簡単な広がりを取るぐらいのやつなので、2時間あればできるかなと思います。カットはそんなしないので、基本このままやっていきたいと思います。で、毛先が結構あれですかね、傷んでるのか。傷んでます。毎日小手間いてるから、はい、デジコアストカールで現在の質感より仕上がった時の質感を、ムササビ、まあトリートメント使うんですけど、それで質感を上げていきたいなと思います。で、それでまずちょっとやっていきたいと思います。まあ1時間半から2時間で終わらせたいっていうところなので、ちょっと時短でウェットする時間をちょっと省いております。で、この状態にムササビウォーターを全体につけて、やっていきます。で、今回は少しあの後ろの方で今までと違って少しこうスパイラル状に、まあ、小手で巻いたような感じのスタイルもできるように、ちょっと作っていきたいと思います。はい、ではこの状態でムササビウォーターを全体にちょっとつけていきます。はい、ササビウォーターで、あ、根元少し開けてもう全体につけていきたいと思います。はい、今ウェーブの感じをちょっと見せると見えますかね。ちょっと動画だと見づらいかな。はい、ウェーブがこんな、ウェットの状態がこの状態で、ここがまあ、まっすぐにこうなってる感じですね。こちらのヘナウォーターをつけます。全体につけて、ヘナウォーターをつけますね。ヘナウォーターつけて、ヘナジェルをつけます。これヘナジェルをつけて、2つを髪の中で混ぜます。そうすると、トリートメント、流さないトリートメントになりますので、なります。はい、これでトリートメントになるので、基本だいたいあのパーマの時はヘナジェルでスタイリングするして、うちのお客さんしていただくことが非常に多いんですけど、ヘナジェルでスタイリングしてますね。結構ね、あのベタベタしたくない人とか、なんかオーガニック志向の人とかはヘナジェルでやってもらってます。ワックスとか嫌だなっていう方もいらっしゃるので、はい、こんな感じにウェーブが出ております。そしてこれを上げて、つむじはこの辺なんですよね。こうじゃん、これ。こうですかね。うん、まあ、どっちでもいけるけど前髪いい感じにかかったかな。で、ドライングパーマかけるとこういう風に自然な感じになるので、セットが非常に楽です。はい、で、これでちょっと乾かしていきます。で、乾くともっとウェーブが出てくるんですけど、ウェットでこのまま自然乾燥してもいいですし、ちょっと今日は乾かしていきます。はい、こうかけても良さそうですね。今だいぶシェイプしてるな。